休憩前に引き続き会議を開きます。山本健二君の一般質問を許します。山本健二君。声優界の山本健二です。よろしくお願いします。すいません、佐渡汽船の小木直江通行の運航時刻を変更するべきではないかに、小木の二次交通の準備はできているか、株主優待券について佐渡汽船、佐渡汽船の株主優待券についてお伺いしたいです。利用した金額および佐渡市の取り扱いについて、渡津船の運航実績について問います。佐渡市防災拠点庁舎建設整備工事について、1、防災マップは地震のことをほとんど考えていないが、あの場所でいいか。今後の職員数、議員数、市民の利用者数を考えているか。修繕や管理を担当する営善係などはいらないか。周辺の整備は必要か。市役所の職員を在宅勤務にはできないか。親子で遊べる場所を整備してはどうか。海岸清掃をするときに海藻処理などをしてウォーキングや、砂遊びができる場所にしては、公園を整備して水遊び、ウォーキングができる場所に してはどうか。以上、一次質問を終わります。山本健二君の一般質問に対する答弁を許します。渡辺市長。はい、それでは山本議員の一般質問にお答えをいたします。小木直江津航路の運行時刻でございます。小木発の時間を改善してほしいといった市民の声があることは、従前より承知しておるところでございます。佐渡市としても佐渡汽船には要望をしてきました。しかしながら船の整備拠点の問題が一番大きな要因ではございますが、これが直江津港にあるということから、また佐渡汽船から直江津港を起点終点とした運航ダイヤを変更するというのは難しいというお話をずっと得ておるところでございます。次に小木港からの島内二次交通に関しましては、船の発着に合わせまして路線バスを接続されるほか、貸切バスやタクシー、レンタカーの割引支援に関わる事業予算を令和3年度に計上させていただきました。島内二次交通の確保と利用促進、上越市と一緒に、話をしながらですね、進めてまいりたいと考えているところでございます。次に佐渡汽船の株主優待券でございます。株主優待はこれは民間会社が株主に優待するものでございますので、佐渡市としてはこのもの自体には関与しておりません。ただ佐渡市の株主としての優待券の権利につきましては、等しく市民に配布することができないこと、また優待利用分は会社の利益収益にならないという点から優待券の発行は受けない予定でおります。でこれは筆頭株主である新潟県と同じ対応を取っていきたいと考えているところでございます。次に路線バス渡津線におけるデマンド交通の運行結果については交通政策課長からご説明をさせます。
続きまして防災拠点庁舎整備でございます。防災拠点庁舎はそもそも基本的には大規模な地震の際に業務継続および災害対策の拠点として必要なため整備をしたいと考えておることでございます。で、今後の職員数の減も考慮し必要最低限の計画をしておるところでございます。総務省の職員1人当たりの必要面積約23平米のところ現計画は1人当たりの面積は18平米となります。庁舎の周辺整備につきましては来庁舎の安全を考慮した歩道車寄せなどを計画しており、合わせて来庁舎と公用車そして、職員駐車場整備を行う計画となっているところでございます。修繕管理を行う営善課でございます。効果的に庁舎の管理修繕を一括して行うという点では営善課の設置は必要ではございます。まあ、しかしながら佐渡市の行政全体を見たとき営善課のみならず業務の効率化を行うために集中化は必要であると考えております。まあ、しかしながら、市の行政の場合は必ず国県の上級官庁との連絡調整という仕事もあります。そういう中で業務量のバランス等営善課がいいのかどうか含めてしっかりと検証していかなければいけないという案件であると考えているところでございます。職員の在宅勤務につきましては地方自治体である市町村には市民はじめ業者の方々が窓口に訪れたり電話でのお問い合わせも非常に多くございます。我々の業務の基本はサービス業でございます。で、このサービス業の中担当者が自宅で仕事の電話を受けるというわけには全くいきません。これは個人情報管理の問題もあるわけでございます。また市民の皆様も職場から市役所に来られる、また自宅でリモートの体制ができていない方も多々多くあるというふうに考えております。リモートの問題と在宅勤務の問題は全く別の問題として考えておりますので、現状といたしましては在宅勤務は原則不可能であると考えております。親子で遊べる場所の整備でございます。海岸清掃についてまずお答えいたします。本市の取り組みとしては佐渡市一斉清掃およびクリーンアップ大作戦を実施しており、各所サービスセンターが主体となって海岸利用シーズン前にはボランティアを募り海岸清掃などを行っておるところでございます。まあ、しかしながら海岸の保全維持管理については基本的には海岸管理者である新潟県が行っており、本市が新潟県からの海岸漂着物地域対策推進事業の業務委託を受け地域の要望に応じた海岸清掃を行っているというのが現状でございます。海岸の清掃美化は恒久的な課題でもございます。特にこのシーズン非常にしけが多かったことから海岸の漂着ごみが多いという苦情もいただいておるところでございます。今後も地域からの要望を受け引き続き新潟県に強く働きかけていくとともに、まあ、自助公助の中で市としても支援体制を含めながら検討していきたいと考えておるところでございます。また公園の整備でございます。本市では20カ所の都市公園をはじめ漁港公園や農村公園など数多くの公園を維持管理しております。特に都市公園は市民の健康増進や憩いの場として遊び、運動、レクリエーション、防災などさまざまな目的に向けて整備されており、現在は佐渡市公園施設長寿命化計画に基づき施設の更新を実施しておるところでございます。以上でございます。説明を入りします。十二交通政策課長。私線の運行結果についてご説明いたします。昨年12月1日から30日までの約1ヶ月間、赤泊の川本地区と羽本地区を結ぶ路線バス渡瀬線沿線においてデマンド交通の調査事業を実施いたしました。結果としては、利用登録44世帯利用人数延べ54人、1便あたりの平均 1.7 人の利用がありました。また従来の路線バスの月150便の運行に対しデマンド交通は月31便と5分の1に減少しており、一定程度の経費削減に効果があったものと考えております。質問を許します。山本健二君。
直江津小木の、時刻をもうちょっとなんで改善つんだか修繕できんのだかもうちょっと説明していただけませんか。説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。今ほど市長の方からも説明ありましたように、まず船の整備拠点が直江津港にしかないということで、小木港では整備ができないという状況でございますので、必ずその最後は直江津港に帰らなければならないということから、やはり支店、これが直江津港になってしまうということでございまして、なお利用者、小木直江津航路の利用人数についても、その9割が、直江津からの利用者ということもございます。それら含めて、今、起点は、直江津ということで考えているというふうに聞いております。質問を許します。山本健二君。自分がちょっと考えてみると、両津と、新潟の考えてみると、直江津を7時5分に出て、それ最後が小木を6時10分に、出るようにすると、滞在時間がこっちから行くもんは長くなるし、向こうから来るもんも滞在時間が長くなるし、このにはならんですかね。説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。ジェットフォイルについては、夜間運行をこれが、しないような形で、運行時間を決めております。ですので、夕方暗くなる時間になる前に、運行を終わるというふうな時間設定になっております。それから、そうですね、時間、高速時間、船員の高速時間についても、今、一つのクルーで、ジェットホイールを動かすというふうな仕組みになっておりますけれども、それが、始発が早くなる、終わりが遅くなるのは、先ほど言ったように、その日没の影響もあるんですけれども、高速時間が長くなると、その一つのクルーではできない、二つの体制ということで、また人件費がかかってしまうということもございまして、今の経営状態の中ではなかなか難しいというふうに聞いております。質問を許します。山本健二君。続いて渡津線についてお伺いしたいです。渡津線のこの結果を見ると、自分はよくできていると思うんですが、これを一回なんていうんですか、中止っていうんですか、テストだし、もう一回中止してまた違う運行をするんでしょうかね。説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。渡津線については、12月1ヶ月間やったわけですけれども、その後、その利用状況等を調査いたしまして、結果を精査して、先日渡津線沿線の代表者の方々にご説明いたしました。でその場では、来年度以降、4月以降ですね、早く通年運行をしていただきたいと、このデマンド交通については非常に良かったので、通年運行してほしいという要望がありました。で我々も渡津線については、早急に通年運行に移れるような、体制を整えるように今動いており、そういう状態でございます。質問を許します。山本健二君。渡津線はそのようにしてなるべく切れ間なしに地域要望もあっていいということなら続けてほしい。よろしくお願いします。庁舎の場所についてお伺いします。自分が調べたところによると、
今の場所の上の、金北山つうか、あの上が地震になるかもわからんつデータが出ております。ご存知ですか？説明を許します。猪俣企画課長。ご説明します。金北山のところで震源地っていうのはちょっと私は把握しておりません。質問を許します。山本健二君。新潟大学の大佐渡に引っかかるとこつうのんで、金北山がとこずっとこう線がいっとるんですわ。それもう一つが海んとこ、海のとこで終わるの。もう一つが小切の沖、俺に調べたのだとそれだけ地震起こるとこがあるようになっとるんですが、ご存知ですか？説明を許します。磯部防災管財課長。はい、ご説明いたします。佐渡市の方で地域防災マップ、ハザードマップの方を作成しております。でこの出所というのが、国の方がまず、調べて、それを最終的に県の方で想定をするという形で、地震の方については県内9カ所の地震想定をもとに津波の被害想定までしたものを、最終的に佐渡市の方では、市町村の方では、それをマップに落とすなり、ホームページで周知するなりという形で市民にお知らせするという形を取っております。質問を許します。山本健二君。のマップを作った県の方も問い合わせたら、地震のことはそう想定しとらんと言うとりました。それから、1日総雨量で、700ミリ降った時にそうなるだけで、地震のことはそう考えとらんと言うとりましたが、違いますか？説明を許します。磯部防災管財課長。はい、ご説明いたします。新潟県に影響が大きい断層と想定地震規模という形で、皆さんにお知らせしているところです。それに、県独自で追加の断層モデルという形で、陸地から海域に上る断層というものを2点も合わせて9この断層の方を想定して、それによる影響という形でマップに落としているところです。質問を許します。山本健二君。ということは、地震のこともしっかり考えてあると言いますが、震源はどこで、どのぐらいの揺れを想定して、そういうマップを作ったんですか？説明を許します。磯部防災管財課長。はい、ご説明いたします。国の方で公表したもの、そちらをベースにしておりますが、それぞれに、その地点ごとにどのようなずれ方をするのかというもの、それからマグニチュードとエネルギーといいますか、そちらについても数字を掲載してございます。質問を許します。山本健二君。
その、全て今度は網羅してあって、それがその通りに、なるつか水没してしまうと今度水を引くのも想定していますよね。水の引き方もそれも俺ちょっと海力の方にちょっと お話を聞いたらこのようにして、すぐには水に引かんではねえかという話を聞いたんで、県にも県の方にも聞いたらなんつうんだい、その1日に700ミリ降っただけで、ダムからの水も供給っていうんですか流れてこん雨も降っとらんそういう条件でやっとるからまた雨が降っとればなんつうんですかこういうふうにはいかんだろうと言うてくれたんですが違いますか。説明を許します。磯部防災管財課長。はい、ご説明いたします。今ほど言われるのは、例えば国府川水系とかの河川の、洪水浸水想定というところになろうかと思います。でそちらについても、浸水の継続時間というものも県の方で発表してございます。そういったものもございますので、ご覧になっていただきたいと思います。質問を許します。山本健二君。今課長さんが見せてもらったのが国道のところ の国道と庁舎のところのんでしょうけどもにはそれがその通りには水が引かんだろうと何つうんだい、海陽君もはそう言うとったしそれで、県に聞いた時は、海の満ち引きそれもどの線で引いて、そういうふうに想定しとるんですかって俺聞いたらどこらまだはっきり細かいところからしっかり言えってまだ結果は聞いとらんのんですけども何を言いてえかっつうと。海が一番引いとるときと一番満ちとるときで、マノアが40センチぐらい違うんです。満ち引きでそれで40センチも違うっつうと災害のときのその水の引き方がだいぶ違うと思うんで俺はやんべんしっかりとなんつうの調査して場所を決めたらいいと思って言うとおります。説明を許します。猪俣企画課長。すいません、水の関係でございます。先ほど、防災管財課長が申されましたが今新潟県の方で、水防法根拠にしまして平成30年6月に公表しております、国府川水系国府川洪水浸水想定区域図浸水継続時間というものが公表されてございます。そちらの中では今回予定しているところについては浸水継続時間は12時間以内で、まあ、白地という形になってございます。合わせて現状の敷地を見ていただければ分かるかと思いますが建設地につきましては周辺の田んぼと高低差でだいたい最高 1.8 メーターぐらい高低差がございます。そういったことから長時間の浸水はないというふうに判断しております。質問を許します。山本健二君。山本議員市長課長には3はいりませんので3付けはしないでください。はい、山本健二君。この出しとるのは分かるんですけど定義っつうんですかそれがしっかりしとらんつうかどの場所でこう堤防が堤防っつうんですかね川の堰堤が壊れるっていうのをこう重ねていってやるそうなんですけどその
なんていうんですか、その壊れてるのも修繕芯でずっとやるんだそうですけど、それの高さもまだしっかり決まっとらんつうか、そういう状態だっつって、地震ことはそう想定しとらんと、そのこの調査の時は地震の揺れ4のは想定しとらんつって自分は聞いたんですけども、違いますけ、違いますか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。その、再公表時の想定がどういった形になっているかというのは私どもちょっと把握はしてないんですが、県の方で公表している、データを私どもの方は、承知しているというところでございます。質問を許します。山本健二君。県の方も今地震のことを考えとる途中だ、途中なそうなんですけど、あと1年か2年後には発表しできるんだねえかと言うとるんですけど、それを待っちゃこの計画は本当遅くなってダメだと思うんで、今の状態だとこれを信じて進むということですか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。今の議員おっしゃられているのがその地震のことなのか水のことなのか、ちょっと私今ちょっと判断ができないんですが、私どもとしては今ある最大限のデータを活用させていただいて判断させていただきたいと思っております。質問を許します。山本健二君。どうもありがとうございました。次に、地下水が自分はあの辺は高いんだねえかと思っとるんです。なんでそれを思うつうか言うかつうと、佐渡病院の時に自分が議員になる前に仕事で、行った時に地下水で困った、だから今度やるとこも地下水が高い、それで指導要求をしたんですけど、今ボーリングしとるのを見て教えてくれるという返答だったんですけど、この地下水が高いということは高くて自分は軟弱地盤だと思ったんです。するとお金が普通のとこより、施工が難しいというか、いろいろの施工診断から施工賃が高くなる、その辺はどう思いますか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。今の現在、地下水位につきましてはボーリング調査やっと現場が終わったところです。この後解析に入るということになってございます。その中でその地下水位に、含めましてその液状化の、検証、そういったものをこの後、今月中に、終了させるという形になってございます。質問を許します。山本健二君。自分聞きてるのはその調査を結果も知りたいですけど、費用も地下水が高いのんと軟弱地盤で作るのんと、そうらねえところで作るのんと費用が全然違うと思うんです。それ今度まして地下に水をためるとこを作るつうと、素掘りでするのんと土留めしてやるのんとじゃあお金が全然違います。自分はそう思いますがどうですか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。議員おっしゃる通りその地下水が湧いてくれば水替えとかそういった部分での費用はかかるかと思います。ただ基本的には、この辺り、以前の
ボーリングのデータを見ますと杭を打って立てていると今 現在の庁舎でございます。ですのでおそらく同じような地盤になるかというふうに考えておりますので杭は必要かというふうに考えております。質問を許します。山本健二君。ということは、まあ、普通のところで建てるよりはお金かかる場所である。まあ佐渡どこ行っても杭は打たんなんつうことなんでしょうかの。説明を要します。猪俣企画課長。ご説明いたします。その地区の地域の、地盤にもよるかと思います。ただ私は国中はほぼどこ行っても杭はなり地盤改良は必要というふうに考えております。質問を許します。山本健二君。課長さん、課長そんなら、もうその水の処理のお金と施工の杭のお金とはもう30億の中に入っとるんですか。説明を入りします。猪俣企画課長。ご説明いたします。杭等の地下の構造につきましては一定程度想定をして予算の中に組み込んでおります。質問を許します。山本健二君。一定程度組み込んどるということはどっかのを見てだいたいこのぐらいかかるなということで試算しとるんですか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。現庁舎を建設した時の、ボーリングデータがございますので、大まかそれを、参考にさせていただきまして試算をさせていただいております。質問を許します。山本健二君。どうもありがとうございました。ボーリングの調査を見てからまた聞きたいと思います。次に、この場所で借地があると思いますが、借地はなるべく返したらいいと自分は思っております。そうするとこの計画はみんな返すと、駐車場が足らんのでしょうか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。今借地をしている場所にもよりますけれども、大まかなメインのところが借地になってございますので、そちらを返すとなかなか、駐車場および市民の方のエントランス、そういったものが、不便になるなというのが現状でございます。質問を許します。山本健二君。課長も頑張って、それこそ交渉していただいているんでしょうけど、このなもう庁舎まで庁舎というか防災庁舎を建ててっつって言うとるのにまだ、交渉に応じんということは長々と借地が続く。自分はなるべくこういう公共のもの時には借地を念して、使いやすい人に行った方がいいと思うんですが、そういうわけにはいかんでしょうか。説明を要します。猪俣企画課長。ご説明いたします。平成27、8年の特別委員会の中でもそういった議論をさせていただきました。でその中で、庁舎、借地の方を返還というような議論もございましたが、特別委員会の方の、最終報告の中で、この後も交渉を続けろというような、ご意見をいただきましたので、私どもとしては、鋭意交渉を進めていきたいというふうに考えております。質問を許します。山本健二君。
課長、粘り強くなるべく交渉に応じてもらうようにして、借地をなくしてほしい。それで今この基本計画のを、自分なりにちょっと考えてみたんですけど、1階部分の第二庁舎側を1階だけこうへっこまして車行き来しやすいようにする、4メーターぐらいこう何て言うんですか、下を車が通れるようにすると、三角部分の借地も返してもいいと思うし、裏の会議室のとこがあれ借地になっとると思うんですけど、会議室は壊してすまんなんか分からんけども、他のところでまた建てるつうかして、あの辺は借地返しても何ともねえんじゃねえんですか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。今議員おっしゃってるのは、その今第二庁舎の前の、入り口のことだと思います。この後私ども計画の中でですね、そちらの駐車場、職員駐車場とする予定ではございますが、大災害みたいな時に自衛隊の車両とかそういったものも出入りをするということを想定しておくと、やはり県道側の入り口は必要だというふうに考えておりますので、そちらの方とリンクさせた形でこの後交渉を続けさせていただきたいと思っております。質問を許します。山本健二君。課長、っていうことは、駐車場もかさ上げするんですか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。駐車場の方はかさ上げは計画しておりません。今の現状の高さで舗装するというような計画でございます。質問を許します。山本健二君。そういうことは、あこは水溜まっとっても自衛隊の車は車高高いから何ともねえってことですか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。私が言ってるのは、そこの裏の今第二庁舎の場所と、小見線の前と、大きい駐車場がございますので、その時の、水雨の時の災害になるのか地震の時の災害になるのか、その時々によって、使う場所は、違ってくるかと思いますが、どちらも使えるように、しとかなければいけないというふうな計画でございます。質問を許します。山本健二君。課長、そんなその辺みんな場合に応じて、使い道をするつ、そういう計画なんですか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。災害にもいろいろ種類があるというふうに私感じております。その中で、どういった形で、救援といいますか、そういった形が入ってくるかというのも想定しながらですね、できるだけ、広い敷地を持っておいた方が、普段の使い勝手も災害の時の使い勝手も、十分になるんじゃないかというふうなことも含めて計画をさせていただいております。質問を許します。山本健二君。次、職員と、議員と市民の皆さんが来る数、これについて聞きたいです。職員数、これは
今人口統計を見ると年々、まあ、減ることになっとるということは、職員も議員数もだんだん減っていくということになるんだと思いますけど、市長もおっしゃっとったように、一人、何平米らかのあれでやるとこの数になるんでしょうか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。市長の方で先ほど説明いたしました、その1人当たりの面積でございますが、こちらにつきましては今計画しているところに今現在、議員も含めまして、420が職員で、そこプラス、そうですね、職員数以上、そこに議員を含めるような形になろうかと思います。420人で計算した場合、1人当たりの面積が割り返すと18平方メートルになるということです。で、総務省の方が推奨しております、職員1人当たりの面積が23平米、ということになってございます。質問を許します。山本健二君。課長、あと10年後の人口になると職員さんはどのぐらいになるんでしょうか。説明を許します。中川総務課長。ご説明申し上げます。今現在令和3年度1100名ぐらいの職員数、それから会計年度入職員1500名ぐらいが予定されております。で、10年後ということでございます。実際に人口当然減っていきますけども、行政を行う上で職員数当然減ると考えられますが、極端に少なくなるというふうには考えておりません。このあと総合計画等の見直しの中で人員の適正の計画を立てていく予定でございますが、その前の昨年度までのビジョンの見直しにおいては、およそ30名と職員正規の職員数は減るというような形で考えておりましたが、そこも会計年の入職員等を含めまして今後見直していくということになろうかと思っております。質問を許します。山本健二君。自分が知りたいのは10年後に本所に何人ぐらい職員さんがおる予定なんですか。説明を許します。中川総務課長。ご説明申し上げます。今現在企画課長が申し上げましたとおり、現在の人数の想定で420名というところでございます。この数字が10年後どうなっておるかというところにつきましては、はっきりと数字は出してないのが現状です。減った形でいきますと1人当たりの面積の値が増えていくということでございます。質問を許します。山本健二君。ということは、10年後には職員さんの数は何人だかわからないですけど、減ると、人口が減るから何人かわからんけども人口は減るというふうに解釈しました。何を言いたいかというと、10年ぐらい、今庁舎本庁舎でも10年ぐらい職員さんが我慢して狭いとこも、でも何つうんですか、業務をやってくれたもんし、10年20年ぐらいの時にちょうどいいぐらい大きさの建物をなるべく小さくして、お金かからないように
建てた方が自分はいいんだねえかなと思っとるもんし聞きました。それで、うちでやる在宅勤務とかそういうのは市長が、言うのを聞いて、例えば税務課というのは貴重な個人情報用のを扱うし、ダメだと思うんですけど、観光課とかああいう水道課とかああいうものも個人の情報を扱うけど、セキュリティだけしっかりしたら うちで、お仕事できるんだねえかなと自分は思うけども、ダメでしょうかね。説明を許します。中川総務課長。ご説明申し上げます。観光課それから水道等につきましては逆に言いますと市民と密接に関わるところの部分でございます。実際に在宅でどのような業務ができるかというのは非常に難しいと考えております。実際に業務を行う上ではいろいろな部署関係者の方と連絡を密に取りながら当然やっていくわけでございますので、在宅でということは考えられないのかなと思っております。質問を許します。山本健二君。ということは在宅勤務とかそういうのは 役所というか、佐渡市の、お仕事は在宅じゃできん仕事ばっかりだということですか。説明を許します。中川総務課長。ご説明申し上げます。現時点において、そのような形が取れるものはないと考えております。全くじゃあ市役所の仕事が在宅でできるものがないかということでありますと必ず言い切れるものではないかとは思います。いろいろな条件が重なった中で、可能となるものは当然あろうかと思いますが、今現時点においてはないというふうに思っております。質問を許します。山本健二君。次に行きたいと思います。海岸清掃、海藻などを処理してウォーキングや砂遊び場にしたい、これについてお伺いします。よろしくお願いします。何を山本健二に何を質問しておるかはっきりその辺をしてください。どうぞ山本健二君。海藻などの、処理がされとらんもんし、浜辺を歩いとってもつまずいたりして困っとる人もおるつ話聞いたもんし、掃除つか清掃して、きれいな浜辺を作りたいと思っとるんで質問しました。説明を許します。清水建設課長。はい、ご説明いたします。先ほど市長の答弁にもありましたけれども、海岸については主に建設海岸でございます。建設海岸というのは県が新潟県が管理するところでございます。新潟県の方でも、地域要望等を受けてですね、毎年、海岸清掃を行っているところです。しかしながらですね、実際の海藻等につきましては、処理の方法が非常に困難だと、量も多いことも含めて、ゴミを、クリーンアップ大作戦とか一斉清掃の中でボランティア集めた中で焼却の方で、焼いていると、焼却するという県の方も、流木とか、ゴミを集めて、その処理を行っているというのが今実態でございます。以上です。質問を許します。山本健二君。自分聞いたところだと、50センチぐらい
掘って50センチ海藻を入れて50センチぐらい砂を、埋め戻してそれで処理しとるつお話を聞いたんですが、そういうことは佐渡市じゃ、やるつもりはないですか。説明を許します。清水建設課長。はい、ご説明いたします。先ほども言いましたけども、建設海岸でございます。新潟県が管理するところでございます。佐渡市については新潟県からですね、その一部予算をいただいて、その中で、年間、8河川ばかり、河川ですが海岸ばかりを清掃に至っております。その中においても、基本的にゴミが非常に多い海岸でございますので、夏場シーズンを迎える前にですね、流木並びペットボトルとか、漂着物の撤去をしているということで、一般的には予算もかかるところもあるので、海藻については砂を穴を掘ってですね、埋めて、処理しているという形ではございません。以上です。質問を許します。山本健二君。課長、ということは、海藻はやっぱり今まで通り積んでまた海へ持って行ってもらうのを待っとるか、風でこう寝なるのを待っとるか、そういうことですか。説明を許します。清水建設課長。はい、ご説明いたします。海岸に漂着した海藻につきましては一般廃棄物になります。焼却もできるという形になりますが、実際のところ、海藻につきましては塩分の付着が非常に濃度が濃いとか、例えば付着している小石とか砂がありますので、焼却炉で焼くことによってですね、その炉の方を傷ますというふうに一般的に言われております。ついては、海岸海藻につきましてはそのままの状態で、ボランティアボランティアで、そこを海岸を使う場合にはですね、ゆくっていただいてその、きれいな状態で、使っていただければというふうに考えております。質問を許します。山本健二君。市長、今のことを聞いてどう思いますか。答弁を許します。渡辺市長。はい、海岸清掃を、地域でも取り組んでいただいておりますし、一定程度の海藻については当然他のものと一緒に処分をするものでございます。で、海藻独自のものについて、確かに一般廃棄物ではございますが、本当に多くを入れることによって、非常に炉に影響があるということになります。そういう部分では、海藻自体は自然でできたものでございますので、自然に返すという一つの方向性も考えられることでありますので、ケースバイケース事情共助と含めながらですね、県の仕組み作りと合わせて考えていくべきことだと思っておるところでございます。寮の問題も含めてかなりこれは個別ケースの案件になると思いますので、地域と相談しながらやっていくということが正しいのではないかと判断しております。質問を許します。山本健二君。次、公園整備についてお伺いします。水遊び、それからウォーキングのできる、公園、こういうものを作ったら自分はいいかと思ったんですけども、どうでしょうか。説明を許します。清水建設課長。はい、ご説明いたします。先ほど市長答弁にもありましたけど、佐渡にはですね、20カ所ほどの都市公園がございます。その都市公園につきましてはそれぞれの地域の意向を踏まえながらですね、整備されたものというふうに認識しております。一つの例で代表的なもので言いますと真野公園でございますけれども、真野公園についてはそういったものをすでにもう整備されているというふうに考えておりますので、今後はその辺の中で長寿命が、佐渡市の公園施設長寿命契約の中で、一定での施設を更新改修をしていきたいというふうに考えております。
質問を許します。山本健二君。どうもありがとうございました。あとは委員会で講演のことは聞きたいと思います。自分の一般質問はこれで終わります。ありがとうございました。以上で山本健二君の一般質問は終わりました。ここで15分間休憩いたします。